上げ。いただきます。なんだろう、何が違うかはちょっとあんまり自分わかんないけど美味しい。うん、美味しい。うん、うまい。1軒目、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。よし、帰るか。え今日あれやるんじゃないですか。はい、今日やりますよ、はい、始まってますもん。というわけで今日は美味しい、ここは蕎麦どころ城山の城山東屋さん。いつもお世話になっております。ここは一番お世話になってますね、我々の行動範囲に近い、はい、というわけで今日はどういう企画でしたっけ。はい、蕎麦屋何軒巡れるかフードファイト。はい、今日は蕎麦、今日も一応これもあれだよね、なんだっけ、大食い企画、ね、はい、大食い企画第5、はい、6段、こちらの白蕎麦巡り、こちらを使いながらやっていきたいと思います。知ってますか、釧路蕎麦の町って。まあ知ってるよね、はい、こっち来てからでも知りました。どうなの、やっぱ釧路の蕎麦、釧路の外から来た人から見ればやたら蕎麦屋多いなってなって、はい、てか東屋が多すぎます。そうね、このね、東屋さん本当にすごいですし、はい、でもどこに行ってもその東屋さん混んでるんで相当みんな食べてるんだろうな。そうです。でこのスタンプラリーを前、この間あのともみさんと演歌さんと、はい、一緒にご飯を食べた時、ちくろうえんさんも一個押してある、はい、で今日は、まあ、このスタンプラリー、前回のちくろうえんさんでスタンプ1個で、なんかスタンプラリーやってるんで、せっかくなんでこれを動画しようということで、はい、今日はあゆかさんと何人かに声かけたんだけど、今日は誰も参加だね。はい、だいたいお蕎麦って普通に1食に1回ですからね。そうね、今日これ今日1日で何軒回れるかっていう、はい、多分今12時スタートぐらいで始まったんですけど、はい、今12時27分です、はい、今1軒目、1軒目です。だ30分で1回食べれるかもしれない。で今2軒目もう、まあ、あゆかは行ったことないんだもんね。ないです。これはちょいちょい店に近いところにあるお蕎麦屋さん、同じ東屋系です。東屋さんです。東屋北大通り店さんという、あ、趣がある店舗でございます。私はあんま見たこともない気もします、はい、に今向かってます。2軒目というわけで今日は釧路そば巡りスタンプラリーを1日で何軒回れるかっていう大食い企画、そば大食い企画でございます。パチ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 、イエーイ。1軒目美味しかったね。はい、マシューそば、マシューそば、ね、勅使川町の新そば、うん、あったので、それをチャルそばでいただきました。俺今年食べたそばで一番美味しかった。ああ、さっき言ってました、ね、いきなりなんかいきなり美味しかった。てか東屋さんって店舗によって違うんですか、なんか。なんの、いや俺その辺よく分かってないんだよ。のれん分けなんだよね、あれね。みんな経営は別にバラバラで、多分資本関係もないと思うから、うーん、多分そののれん分けで、多分なんか縛りないでしょ、別にそれぞれ独自にやってんじゃない。うん、城山のその店舗しか行ったことないんで、なんか違うとかも全く分かんない。だから先月行った、あ、先月って今月の頭行った、あの、総本店は、ちくろうえんさんが東屋総本店になる。あ、そうか。本当だ。ほら、あそこですよ。でも、お蕎麦さんと思ってなかった。いや、あそこ、歴史あるね。めちゃめちゃ。何時から、何時ですか、店員。え？何時でやってます？夜もやってますか？どうでしょう、夜、そんな夜、蕎麦屋さんってなんか俺やっぱり4時5時には閉まるイメージだね。うん、あ、でもここやってるかも。なんかあの、お酒とこう、お蕎麦のその、例えば蕎麦がきとかそういうのもやってるの。はい、こちらでございます。こちらもやってますね。はい。
2軒目来ました。というわけで、趣のある。はい、北尾道、こちらとか。なんか、どこか昔懐かしい。そうですね。創業何年だか分かんないぐらい。イニシエですね。イニシエって久しぶりに聞いたの、ここ。ノリとザルは何でしたっけ、一番。ノリかかってるかかってないか。やっていいじゃん、みんな。なんかちょっと違うらしいよ。その、あの返し、多分本ちゃんと正確に言うと森とザルはあの海苔だけじゃなくてその返しあのタレの方つゆもちょっと違うらしい。分かんない。適当なこと言いました。あ、ここね、鳥いや、しかしだ、やっぱコスパ、コスパっていうかその自分の胃がかけるだけこう、手、うん一回無料で行こうかな、俺さ。無料で行きますか。ザルザル、ザルザルってわけにいかない。俺一回、一回、いやでもなぁ。でもなぁ。もう一回ザル行くわ、そこ。じゃあ私、森で、その何が違うか。あザルと森。なるほど。じゃあザル森で行きましょう。ザル森で行きましょう。はい、ザル森。はい、OK。2杯目来ました。あ、でもこれ、そばってさ、なんかさ、そばの店員さんってさ、ざる1枚とか言ってる、そばの呼び方、数の数え方って、枚なんですね。ですね。じゃあ、今日の2枚目。2枚目。こちらざるそば。こちらが森そば。違いは、海苔があるかないからしいです。どうですか、早く聞く。どうですか、聞くの早く。さっきと違う、うん、私でも分かります。なんだろう、優しい、うん、優しい、確かに。さっきのさ、そばのさ、苦みみたいな、うん、私、なんかこっちの白い気がする。ああ、確かに気のせいか。こっちの白いですよ、ね、白いですよね、そばっぽくない。釧路のおそばって灰色ないですよね、うん、灰色のものなくないですか。黄色か茶色か白、そうだ、灰色見たことない。灰色やぶそばじゃない。やぶそば灰色なんですか。これさらしなんですか。これさらしなそばなんですか。あの、そばの、そばの実を白いところだけ使って製粉するとこういうさらしなそばで、外側のちょっと茶色いところとか入れるとやぶそばでちょっと味が濃く、小麦粉でいうとこがさ、普通の白い粉だと黒っぽいの全粒粉、うん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 、あれとちょっと全粒粉の方がちょっとなんか濃いっていうか、なんかいい意味での雑味が増えてる、うん、だからサラシのは本当に上品。なるほど。じゃあそういうのが釧路は多いってことですか。もともとでもね、緑色そばが多かった。緑色、なんで緑になるんだ、着色で、うん、今日どこかで出会うと思う、なんかクロレラ、クロレラを入れて緑色にしてるのがもともと東屋さんのそばだったの。うーん、その、カードの緑、うん、そうそう、待つところもないから、ね、タイミング良くないとき、間違ってこっちにいるんじゃなかった。さっきの
そばにさ、わさびとかさ、子供の頃、いつからいけるようになった？私、わさびは普通にもういけました、ちっちゃい時から。すごい。俺小学校高学年ぐらいか。初めておそばはしごしたの。普通しない。普通しないですよ。え、これやってる人ってどういう人なんだろう。この、これ頑張ってる人ってどういう人なんだろう。土日のお昼はおそばにしようとか。なるほど。営業周りの人か。ああ、なるほど。できそう、そういう人。でも一日でも会おうとしないと。普通、最大一日2件とか。これ終わりました。2枚目でごちそうさまでした。はい、2軒目だよね。2軒目なんだろ、気持ちは4軒目ぐらいなんだけど、はい、結構お蕎麦お腹にくるってことを知りました、はい、2軒目いきましました。じゃあ次行きましょう。このまま行く、はい、3軒目、はい、行きます。んはい、はい、もう着きます。え、これ駐車場どこに止めるんですかね。あ、3軒目これゴリアさん横いいの。じゃあここは絶対、あ、でもちょっと後ろからの車来てるんだよね。無理ですか。後ろからの車来てるからこうしてあげよう。でも俺結構もう結構限界ですか、うん、普通の日だったらもう晩ご飯いらない。私まだ晩ご飯食べたいです。じゃあ行ってきます。あゆが何をするって。これ、スケザルミえ、結構だってすごそうだよ。でももう冷たいのはあんま食べたくないです。そんなこと言ったら俺、もう、なんか、かけそばにしようかな。でも、おすすめメニューって書いてるから。そうだな。じゃあ、あゆかおすすめ頼むわ。急に思い立ったんだけど、さやかに LINE する。さやか、もしかしたら、一緒にそば食べたいか。はい、こちらですね。はい、ゴリアおすすめ。つけざるのミックスでーす。大きさは、なんか、手このぐらい。です。3枚目。これでも枚って言わないか。うん、3色目、うん。なんか思ったより大きいね。うん、ベビー結構大きい。でかいね。あ、結構深い。え、なんかすごい量だね。一番今まででボリュームあるからね。うん、やっぱ東屋さんがこのぐらいの量って相当ね。量多いね。私こっちでもなんか食べづらい。なんかこれから出してもいいかな、これ。いただきます。あとね、厚いいろいろと。あ、これは見て見て、ぶっかけスタイル。あ、ぶっかけスタイルいいですね。多分そうだね。いいじゃないですか、ぶっかけスタイル。今日初めてのぶっかけスタイル。どうですか？うん、おいしい。うん、うん、蕎麦屋さんさ、ここも一人いっぱいのお客さん。白の人、蕎麦好きなのね。一つは多分氷の方が多い。なんか一杯目味が全く違う。また違う感じだね。ちょっとさ、今までのようにちょっと一回り太めやん。全然食べれそう。
そう、私全然食べれそう。ルチンだっけ？分かんないですけど、多分麺類の中で一番体にいいと思います。小麦じゃないから。だから次ってなったらちょっとお昼寝とかしたい。しっかりエビがプリプリなんだよね。なんかさ、嘘みたいなエビでいいのに。逆にね。あるさ、なんかチェーン店みたいなところさ、なんかペラペラなエビ。違う、しっかりエビ。一緒に、一応さ、内容を言わないで一緒に遊ばないってちょっと聞いてみる。私も行けますよ。え？私も行けますよ。何か食べ終わりますよ。早いって。なんでそんな毎回すごい食べれるの？私だからめちゃめちゃ大食いなんですよ。カラオケ行ったら先になる。うん、それがいいかもね。でも逆に私思ったんですけど、カラオケ行ったらもう帰りたくなります。だってお腹いっぱいなんだから。お腹いっぱいでカラオケ行っても別にどうせ多分お腹いっぱいのままだから、多分このまま帰ろうってもなれます。ダメだよ。ダメなんですか？夜ご飯食べるから。もうこれここまで来たら夜ご飯になりましたから。意外と受けてるじゃないですか。え？意外と受けてるじゃないですか。いや、頑張ってました。ごちそうさまでした。はい。いや。三軒目完食でーす。ありがとうございます。あ、最後何して遊ぶんですかって書いてある。怖い。これはぜひ遊ぶってないです。一応聞いてみる。お昼は食べたら一応聞いてみる。やばい。これ食べたのって聞いて、食べてないですって言われたら俺らどうするんですか。そうなんですね。いや聞いたのに。じゃあ4軒目行きますよ、その場合。じゃあその2人行きます。買いましたって言われたらやめます。何ですか？最後ご飯食べたい。いや最悪。4軒連続やばいです。でも次行くならどういう系だろう食べられますか？いやもう無料時とかですね。ああ、全然わかります。完全味変。かけながらもう、なんていうの、完全味変。なんていうんだろう、かけ込む系。いや、無理。いやいやいや、まさかさやかさんご飯食べてなかったとは。あ、でも2時ですよ、2時。いやだからさやかさんのせいだ、ここまで。あ、急がないと。お、3時まで。ちょうどいい。ああ、もうそこでしよう。じゃあ、3時までなんだ。やっぱもうお昼に特化してんだね、お蕎麦屋さんね。
あ、ほらこれ緑の蕎麦だ。本当だ。うん、蕎麦屋さんやっぱり回転めちゃめちゃするね。うん。ラーメンよりすごいかもしれない。うん、だって12時から始めたんだよねこれね、この企画ね。うん、3件終わったんだっけ今、はい。まだ2時前だからね、1時57分。うん、きつい。つい言っちゃった、もうきつい。で、今日は、じゃあ今食べるじゃん ?4 軒目。で、なんか、カラオケかなんかして、ちょっとカロリー消費したら、夜3軒いけんじゃない ?3 は無理ですね。2。いや、2か。2か。じゃあ、待って、2だとしても、1日で6軒ですよ。そうだね。うん、やばくないですか?まあ、やばいね。だって、普通1食1個ですからね。うん。倍、3倍ってことですか?3倍ですよ。多分病気になります。まあ確かにあの塩分は取りすぎたんですよね、うん、最初さちょっとさ何も言わないでそばへ行って俺たちの話を聞きながらどこで気づくかみたいな、さてお前たちみたいな、そこについや友達なら止めろよって感じだけど、おはようございます、どうも、楽しみです。髪の毛がすごい長い、髪の毛長黒い長黒いって何長々って長々。いやさやかさんどうも、久しぶり。今日はさランチボックスだったのよ。ああ。さやかとカラオケ行く約束してなかった今日の夜。なんか今 LINE 来てあれそういえばと思って。危な。じゃあカラオケでいいですか今日ご飯食べてから。私は何でも。じゃあちょっとカラオケで。はい。ではまずお昼ご飯食べましょう。うん、あこっち行けるんですか、行けるか。行けるよ。あ、ごめん、ちょっと今動画。あ、動画。動画撮ってた、今。あれ新富士の江戸あず、場所分かりました？あ、分かる分かる。ちょ、そばだから。そば。今、この、スタンプラリーやってた。そうです。次5軒目です。すご。知ってた？そば屋さんのスタンプラリー。あります。あるのは知ってました。あ、持ってはない。さやかさん、1年ぶりぐらいですか？いつぶりだろう？私、本当に会ってないと思ってました。会ってないと思う。あゆかって言って、あゆか久々だと思って。そうなんです。だってさやかさん、はい、めちゃめちゃ元気でした。だって、去年や、山いつだろうっていうぐらいですよね。この人絶対すごい私みたいなやり方になってる。オッケー。よし。よし。と。はい。じゃあやめ。何件目だっけこれ。これ1、2、3。次5件目。5件目。もう一回行きます。なんだっけ名前。新富士江戸あずまさん。はい。江戸あずま違う。江戸あずまさんでいいんだ。です。はい、行きましょう。でもいるのかな、30店舗行けた人。でも2ヶ月ぐらいあるのか。2ヶ月以上あるのか。いそうだな。はい。あ、緑そば。そうそうそう。なんだっけ、黒レラ。黒レラ。多分黒レラも出て。緑です。じゃあ、無理無理も緑かな。そうだよ、多分。今日初のみ、あ、ありがとうございます。いただきます。いや、ようやく緑に食べてきて。ようやく緑。緑じゃなかったですか？ん？ずっと緑じゃなかった。ずっと緑だよ。あ、はい。やった。やった、美味しそう。いいサイズ。やった。すごい。ありがたい。これで無料で、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。いいね、コンパクトにまとまってていいわ、無料で。あれみたいな、なんだっけ、ラフェスタみたいな。そう、ラフェスタ、ソファフェスタ、ソファフェスタやってますよ。なるほど、ちなみに何枚目？これ何枚目？これ4です。じゃあ5分の4強ってこと？強っ。ラフェスタじゃん。だからもう前のやつのその年賀さんで食べたやつが1で、今日だけで今4、5件目なんです。もう今きつくそういうことか。だ
からなんかちょっとこんなにも元気がない元気ないというかよしみたいな、そう、そう食べるかみたいな、頭痛い、4ってすごくないですか、いやすごい、そば4はすごい、 4さ、すごい、しかもちゃんとちゃんと食べてる、いやすごい、ちょっとこの丼来た時やったと思ったから来た、これならいける、これならいける、失礼します、いただきます、うん、ずっと無料で食べ続けてるんですか、うん、ジャルそばとか天ぷらそば重い、天ぷらはびっくりです、さっきの重たかったのがあるから、うん、なんかつけ麺みたいな、うん、つけそばみたいな、でも絶対ラーメンよりも絶対いいと思ってます、うん、ラーメンよりかはいけそう、何ですか、あ、3時時間空ければいっぱいぐらい食べれます。確かに。マジでもういいや今日。辛い。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。うん、美味しかった。うん。本当美味しかった。うん。ごま油がね。うん、はい、午前の部終了。終了。午前の部終了ね。ランチ部終了。4軒目。テク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 。さて、続いては、はい、何軒目でしたっけ今日、今日5軒目。ちょっとちょっと休憩入れましたね。休憩入れまして、はい、こんなにそば食べる。ジュアンっていうんですか。はい。3に行きまーす。ジュアン。暗いできっとね。暗いで。いや、おすすめ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 、うん、お腹空いてる人が頼むやつ、これでかすぎですよね、うん、怖い、でも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 、ああいや、うん、美味しそうなマグロ、美味しそう、美味しそうなマグロとそばと、なんか小鉢と漬物まで、でも野菜欲しいって俺さっき言ってたから、さやかさんはメディア王子、さっきのまた無料時と趣が違いますね、違いますね、なんか、うん、おしゃれ、おしゃれ、うん、イエーイ、かけそば、いけます、かけそば、ありがとうございます、ありました、ありがとう、いただきます、いただきます、こんなになんかすげーと思って食べて久しぶりじゃない、マジかみたいになってるわ、ラーメンと牛丼まだいい、もうこの回は結構どっこいどっこい、最後何回も食べてさ、無料じゃなくて美味しいですね、美味しいです、すごい、結構ハマるよね、ハマる、うん、ハマっちゃいそう、めっちゃ美味しい、昔懐かしい味する、食べかけて申し訳ない、1100円、おお、
さやかさんが完食しました。ごちそうさまでした。いやこんないっぱい食べてるさやか久しぶりに見た。嬉しいです。ちょっと俺ここで最後ここだけ取るわ。あ、ごちそうさまでした。いやいやお腹いっぱい頑張った。ごちそうさまでした。いや食べた。いや美味しいマグロだったな。ごちそうさまでした。いや長い一日だった。長い戦いだった。明日はお米食べたい。これで分かったね。限界は5食だ。これもう無理だ。今日は無理。今日はもう無理でした。1日5食が限界だ、うん、でも目標6だったからまあ近い、うん、本当にごちそうさまでした。嬉しかったです。くそろのそば万歳。万歳三層で締めたいと思います。何ですかそれ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。なんだよ。ああ食べた。あもうなんか厳格な片住まいですな。はい美味しかったです。ごちそうさまでした。じゃ帰ろう。